純皇族とは、文字通り、皇族に準じる存在を指す造語である。学術上の造語であり、政治上で用いられた例は、ほとんどない。帝国を称する国家における進化の身分序列において、皇族に準ずる存在としては、王族、王家、王皇族、などが用いられ、純皇族の語が用いられた例は日本のみならず、ヨーロッパ諸国、東洋諸国などを見てもほとんどない。 歴史学者がこの言葉を用いた例としては、岡野智彦がその著書、源氏と日本国王で、王子としては最高の価格を誇り、室町時代までは、源氏長者、純な小学良院別当を排出していた小賀野家を中心とする村上源氏系の聖画家の書家を指して使ったことがある。岡野は、源氏長者を日本国王たる資格の不可欠の構成要素とみなす。 新説を提唱しており、そのことを表現して、純皇族と呼んだものだが、学会では、日本国王に関する他の説自体が孤立した、少数説にとどまっており、純皇族が、学術用語として定着したとは言い難い状況にある。また、仮に、小賀の野党が純皇族であるとしても、その純皇族の価格は、設計より、下ということになる。 皇帝の対等の敵であり後に降伏して進化に、下った国王とその一族、婚姻によって帝国に取り込まれた王国の国王と、その一族、帝国に併合された国の国王とその一族などが対象となりうる。日本における世界史上の用語で過去に皇帝を出した家系で現在皇帝家でないへのことを指す。東ローマ帝国のカンタクゼノス王家、 ドイツ帝国のクローンベルク王家など、大日本帝国時代、旧大韓帝国の両王家一族に与えられた待遇、殿下の継承を認められ、皇族と皇爵の中間に位置づけられた。ありがとうございます。